どうも、カープ大好き、ファンザも大好き、キンキンチャンネルです。いやー、オープン戦も始まりましてね、もうすぐプロ野球も開幕しますね。やっぱりね、和田毅とか山川などスター選手の活躍も楽しみですけどね、中村翔成や渡辺健人のようなね、期待の若手がブレイクしていくのも楽しみなんじゃないかと思います。そこで今回の動画でね、私の大好きな広島東洋カープの期待の若手、トッププロスペクトを紹介していきたいと思います。まあ私のね、独断と偏見で選んだ選手たちなので、もっと他のプロスペクトがいるだろうと思った方はね、あなたの思うカープのプロスペクトをぜひコメント欄に書き込んでください。賢者タイムの時にしっかり返信をさせていただきます。この動画で知ったプロスペクトの OPS とかを眺めてニヤニヤするというシーズンを過ごしてみませんか？ちなみに私は近所のスタバで栗林の奪三振率を見てニヤニヤしていたら出禁になりました。それでは行きましょう。まず一人目は田村俊介。先日侍ジャパンにも選ばれた、今カープで一番ホットな若手です。去年1軍デビューを果たし22打席ながら打率3割6分4厘をマークし、これは楽しみな選手が出てきたなと思いました。巷ではね、前田智則の再来と言われるほどのね、バッティングセンスの持ち主なんですよ。2軍成績も素晴らしくてですね、1年目こそ打率1割8分5厘でしたが、2年目はなんと打率2割7分8厘と、高卒2年目の選手でね、この数字はなかなか残せませんよ。今すっかり主力のね、カープ生え抜きの丸義弘ですらね、高卒2年目は211打席で2割2分2厘しか打てませんでしたから、あの丸でも2割2分2厘ですよ。なのでね、田村のこの2割7分8厘というのはね、すごい数字なんですよ。将来めちゃくちゃ楽しみです、これは。体もね、どんどん大きくなってきてましてね、入団時体重が88キロだったんですけども、現在なんと95キロまで増量しているということでね、やはり楽しみです。で、まだね、この選手20歳なんですけども、この20歳とは思えないほど考え方がね、しっかりしてまして、どんな格上のピッチャーが来ても、自分は絶対打てるんだと、そういう風に思って、毎回打席に入ってますと言ってました。20歳でこんだけ言えるのすごいっすよ。私が20歳の頃は、どんなハードな AV でも、絶対に抜いてやろうと思って、毎回しこってました。そんな田村俊介、まあ、メンタル面はバッチリでございます。松山竜平をね、師匠にしているみたいで、毎年松山とね、オフに自主トレを行ってるんですよ。で、そこでね、さっき言ったメンタル面とか、いろんな打撃の技術とかも教えてもらってるんでしょう。松山もね、近年は1打席勝負のね、代打起用が主で、それで結果を残しているという選手なんでね、そういう勝負師としてのメンタリティを教えられる選手なので、これからもね、いろんなことを田村に教えてあげてほしいですね。でも SM クラブでのね、遊び方は教えなくて大丈夫です。で、オープン戦でもね、打撃好調なんで、FA で抜けたね、西川の穴を埋める存在になってくれるんじゃないでしょうか。で、左上に出てるパープルの能力みたいなやつは、僕が勝手にイメージで査定してるだけなんで、参考程度に、こんな感じの選手ですよっていうぐらいに見るようにしといたってください。二人目は中村健人。先ほどね、田村とはドラフト同期の3年目の選手になるんですが、中村健人はね、社会人から入ってきたので、現在26歳ですね。走攻守3拍子揃った選手でね、ルーキーイヤーは打率2割4分、OPS6 割2分3厘、プロ初ホームランをね、松田の逆方向にぶち込む、素晴らしい一発でね、15発ぐらい打ってくれるんじゃないかなと思ってました。で、守備もね、非常にいいので、まあ、見た目の数字以上になんか貢献度が高かったように思う選手ですね。ただ2年目、去年はですね、秋山、西川、野間の外野陣にね、入る隙がなくてですね、さらに末金の台頭もあり、1軍出場なしに終わってしまったんですね。さらに2軍でも打率2割5厘、OPS6 割6厘と、非常に厳しい1年になってしまいました、2023年。そこで中村健人、1軍で生き残るべく、オフに打撃フォーム改造を行いました。ガラリと変わりました、打撃フォームが。ご覧いただきましょう。こちらが、今までのフォームですね。足の上げ方とかね、全体的にコンパクトな打撃フォームでした。そしてこちらがオフに打撃改造を行った後のフォームですね。足もね、思いっきり上げて、ヘッドもものすごいピッチャー側に向けて、全身を使うような打撃フォームに変化しました。ヘッドを少し遊ばせてもいいよみたいなアドバイスをね、藤井ヘッドからもらって、こういうフォームになったそうです。そしてこのフォームになってから、ここまで絶好調です。キャンプの実戦でも結果を残し続け、さらにオープン戦でもホームランを放つなど、ここまで非常に好調をキープしております。打球もね、なんか力強くなった気がするんでね、今年の中村健人、楽しみです。試合中にね、よく声出しでね、チームを盛り上げることも多いね、ムードメーカー的な役割も担ってます。カープの試合中耳を澄ませば、この中村健人の声出しが何かしら聞こえてくるかもしれません。ちなみにニックネームは、ケンティー。です。3人目は中村貴弘。この選手はね、まず名前がいいですね、本当に。新井監督と同じ貴弘の名を継ぎし者です。去年育成ドラフト2位で入団して、2軍で開幕から打ちまくりですね。なんともう5月には支配下契約を勝ち取りました。ちょっと1軍ではね、あんまり結果を残せなかったんですけども、長打力が売りの選手で、スイングもすごい豪快なんですよ。マジで吉田正尚みたいなスイングしてます。身長はね、まあ177センチと、まあプロ野球選手として決して大きくはない方なんですけども、それを補ってあまりあるぐらいにムキムキなので、問題ないでしょう。すごいムキムキです。OPS9 ぐらい打ちそうなムキムキ加減です。本人もね、目標とする選手に吉田正尚の名前を挙げてるんで、ほんともう和製吉田正尚になれるように、頑張ってほしいですね。4人目は末金翔太。今私がね、カープで一番好きな選手ですね。188センチ、112キロという魅力的なボディから放たれる刺激的な打球にね、我々カープファンは快感すら覚えます。もちろん性的な意味ではございません。そんな末金、去年2023年に146打席で打率2割7分3厘、ホームラン11本、34打点、OPS8 割6分2厘と、素晴らしい結果を残しました。これシーズンフルで出れば30本打つペースですからね。去年この成績だったんで、今年が大ブレイクイヤーになるんじゃないかと、私は思っております。まあそのパワーがね、ほんともうパワーです、末金の特徴は。その打ち方で入っちゃうのみたいな。ホームランが結構あります。去年東京ドームで打ったなんか、外スラをね、なんかほんと泳がされたみたいな感じなのに、普通にスタンドインしちゃうみたいなね。パワーに関して、カープで多分ナンバーワンだと思います。で、社会人時代の話なんですが、171キロという打球速度を記録したことがあるみたいでして、この171キロっていうのは、メジャーリーグのカージナルスのノーランアレナドに匹敵する打球速度です。アレナドがね、169キロぐらいのホームランを去年打ってました。なんで、アレナドに匹敵するパワーの持ち主と言っても過言ではないでしょう。で、ガタイがでかすぎるんで、なんか打撃戦みたいに見られがちなとこがあるんですけど、全然そんなことないです。守備も結構いけます。肩がすごい強いんで、去年もね、ホームでランナーを何回か刺してました。なんで本当にね、もう鈴木誠也2世になれる逸材だと私は思ってるんですよね。で、その鈴木誠也とも交流がありまして、この末金。鈴木誠也と自主トレを行ったりね、また鈴木誠也に電話でアドバイスをいただいたりと、いろいろ吸収できるものは吸収しようとしております、末金。ちなみにそんな末金のニックネームは、ジャンボです。なんでジャンボかというと、でかいからという、極めて安直な理由です。今シーズンは今、怪我で少し出遅れておりますのでね、焦らず、じっくり直して、50本、打ってほしいですね。さあ、ここからピッチャーです。ピッチャー1人目は、黒原拓海。こちらの黒原、2021年のドラフト1位で入団しました、サウスポーです。やっぱドラ1ということで期待されていたんですが、入団してからこの2年間、まだ1軍で結果を残すことはできておりません。2年間で防御率 8.87、勝ち星もまだ上げておりません。しかし、去年2軍でですね、90.2 イニングを投げ、防御率 2.58 を記録しまして、ドラ1の片鱗を見せてくれました。そんな黒原の最大の武器はね、カットボールです。カットボールが魔球と言われるほど素晴らしいボールでして、なんか WCTC とかいうね、なんかこの数値が大きければ大きいほど、カットボールを投じた結果が良かったというのを示す指標があるんですけど、去年1軍で一番良かったのが、中日の柳のカットボールの 2.59 だったらしいんですよ。ただ黒原の WCTC はそれを大幅に上回る 3.27 だったということで、素晴らしいカットボールを持っております黒原。150キロ近い速球とこのカットボールでガンガン三振を奪っていくタイプです。キャンプからずっと今年は調子が良くてですね、オープン戦もここまで7回投げて無失点と結果を残し続けているので、このままいけばね、開幕ローテーションにおそらく入ってくるでしょう。ちなみに投球フォームがダイナミックすぎて、結構な頻度でボール投げた後の帽子が落ちちゃいます。2人目は斉藤優太。22年の高卒ドラ1ですね。この人もガタイが良くてですね、189センチという恵まれたガタイから伸びのあるストレートを投げ込みます。マジでストレートがいいです、斉藤は。これに関してなんかデータとかあるわけじゃなくて、もう完全に私の主観なんですけど、もうね、斉藤のストレートはね、見ててすんごい気持ちいいんですよ。本当にもう快感すら覚えます。もちろん性的な意味ではありません。今、ストレートの最速が152キロなんですけど、こっからね、やっぱまだ18歳、19歳なんで、まだ伸びてくるということを考えるともうロマンしかないですね。今、平気で159キロとか投げてるオリックスのシュンペイターいるじゃないですか。あの人も高校卒業時点ではストレートの最速153キロだったんで、それを考えると斎藤もね、こっから全然伸びしろまだまだあると思うんで、どこまで速くなるか楽しみです。今年ね、どっかで一軍デビューするんじゃないかと思いますので、その際は斎藤優太ぜひストレートに注目して見るようにしておいたってください。最後は赤塚健人。今年のドラフト5位ルーキーですね。この選手に関してはね、プロスペクトというか、私が個人的に楽しみにしている選手になります。その理由はね、なんといっても、このスーパーなガタイの良さ。はい、身長195センチ、体重は113キロという、スーパーガチムチルーキーです。ここまで聞いてくださった皆さんわかると思うんですけどね、私なんか、でかいとかパワーあるとか、球速いとか、そういう選手が大好きなんですよ。すいません、そういう趣味なんで。すいません。で、この195センチ113キロというガタイ。これはですね、アストロズのジャスティン・バーランダーとほぼ同じガタイなので、カープにバーランダーが入団したと思ってもらって構いません。赤塚は中学2年生の時に190センチにもなってたそうで、もう机に足が入らなかったそうです。さすがにね、バーランダーでも中2で190センチじゃなかったと思うんで、これに関してもバーランダーを超えたと言ってもいいんじゃないでしょうか。赤塚113キロもあるんですけど、見た感じに全然太ってるっていう感じはほんとしないんですよ。もう、スラッとまでは言わないですけど、全然だらしない感じの113キロではないんで、ほんともう鍛えに鍛え上げられた195センチ113キロなんで、そんなボリューミーな肉体から繰り出されるストレートはもう絶品なはずですよ。ちょっとあんまり映像も見る機会もあんまないんで、もう、ほぼ憶測で喋ってますけど。で、ストレートの最速は153キロです。去年のバーランダーの最高球速が156キロなんで、控えめに見て、もうバーランダーだと思ってもらって構いません、赤塚は。さらにスカウト曰く、先発して9回でも150キロ出せるスタミナもあると。もうバーランダーですね。で、結構コントロールにね、難がありそうなタイプなんですけど、バーランダーでもフォアボール出すとき出すんで、問題ないでしょう。そんな赤塚には大切にしてる言葉があります。大梅通り。これどういう意味かというと、桜、梅、桃、すもも。これ全部似たような花なんですが、それぞれ独自の美しい花を咲かせます。で、どんな花でも、似たような花でも、それぞれ個性、いいものを持ってるんだから、他人と自分を比べることはせずに、自分らしく生きなさいっていうね、素晴らしい言葉を赤塚は大切にして、座右の銘的にしているんだそうです。なんで、さっきから赤塚とバーランダーを比べまくってる私のような人間が、赤塚は一番嫌いだと思います。さあ、いかがだったでしょうか。カープのプロスペクト紹介でした。他にもね、矢野とか久保修とか日高とか、まだまだ期待な若手たくさんいます。そんな若手たっぷりで楽しみなカープ、今年は優勝できるんでしょうか。ちなみに私は、今のところ、2位予想です。去年の2位は出来すぎだとちょっと正直思ってまして、で、そっから西川も抜けちゃってるんで、さすがに優勝まで厳しいんじゃないかと。最大限にポジって、2位予想です。本当は優勝してほしいですよ。もちろん。で、動画中に出てきた選手の画像が、全部カードだったと思うんですけど、私の趣味が野球カードを集めることなんですね。今回の動画みたいな野球の動画も投稿してるんですけど、メインは野球カードの開封動画を投稿してるチャンネルになりますので、もしね、ちょっと興味が出ましたら、概要欄に私、金太もおすすめの動画を集めた再生リストを貼っておりますので、もしよろしければ、興味が出ましたら、そちらもご覧いただけるとね、私、潮吹いて喜びますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、本日はね、中村翔成少年場スペシャルということで、約15分間、ぶち抜きでお送りしてまいりました。わーわー言っております。お時間です。さよなら。